どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、カーズオンザロード、あのちょっと変わった形のマックインに、あと恐竜がセットされたコースで遊びたいと思います。コースね、スターターからマックインがジャンプして、はい、これ反対側、ここに着地してくるっとこう回るコースになってるんだけど、途中この恐竜、以前ねご紹介した恐竜と形似てるんだけど、多分 T-Rex なのかな、 T-Rex のこの車の形をした恐竜が多分、邪魔しそうな感じですよね。セットにケバブタイプのこのねライトニングマックインが入ってます。箱後ろはこんな感じとなってて、下の方にはね他のラインナップが書いてるんだけど、めちゃ可愛い。はい、であとね、こう水で色が変わるタイプのやつもあるんだけど、潜水艦これ買ってるんで、また後日ねご紹介しますね。でつなげてこんな感じで遊べるっていうのが書いてます。取り出します。恐竜の頭なんだけど、大きい。あの前ご紹介したのと同じぐらいじゃないかな。では組み立てていきますね。わ、ここに卵がある。で、これ一番下になってて、で、ここに、はい、草ですね。草、差し込んで、これすごい、紙だ。紙の中に、これね、パーツが入ってます。ね、よく考えられてますね。めちゃめちゃエコ。これなんだろう、恐竜の、首とか体パーツかなに、草はい、草をセットして、で、ここに差し込みます。マグマのようなオレンジ色のクリアパーツ、はい、でこの茶色の道を、はい、ここにはめて、ついに来ました、こちら恐竜の頭をですねここに差し込むと、草のトンネルのような形のパーツにこの上のところ草を、はい、セットして、あ、ここはこんな感じで動くようですね。で、こちら本体と、はい、合体させて、最後、こちらの、シューターですね。シューターを、はい、この道路の横、ここにセットするようですね。あ、なんかセットする位置が決まってるから、いいよね。恐竜コース完成。全長が約ね70センチほどあってね、結構大きい。で、恐竜は頭大きいから体大きいのかなって思ったら、こんだっけめちゃめちゃ小さい。セットで入ってたこちらケーブタイプのライトニングマックインなんですが、全長が約7センチで、トミカカーズのライトニングマックインケバブタイプと、はい、比べるとこんな感じ。あのトミカよりもねサイズ大きいですね。ただプラスチックなんで、やっぱりトミカの方が、まあ、造形はねかなりいいですね。このライトニングマックインの表情は何でしょう、なんか驚いてる顔なのかな、すごい微妙なんかびっくりしてる顔でもないよね。タイヤね、こう石のようなタイヤになってて可愛らしい。で、このルーフのところがなんだろうね、ボコーっとこうなってて、なんかちょっとこうリーゼントのようなねそんな感じになってて、わかんない人多いかもしれないけどね、なんか面白い形になってますよね。で、後ろにはこう竹みたいなのがいっぱい生えてますよね。はい、まあちょっと変わったおしゃれな形のライトニングマックインになってて、ボディがねプラスチックになってるから、あのサイズはトミカよりも大きいんだけどね、あの軽いんですよ。でタイヤ回るんで、これで走らせてジャンプして遊ぶことができます。マックインを走らせるコース、こちらシューターですね。で、ここに付属のライトニングマックインを、はい、まあ、こんな感じでセットして、赤色のレバーを押すと、はい、こんな感じで、セットした車両が発車すると。で、これ坂道になってるんで、上に登って、ここで勢いよくジャンプジャンプするんだけど、恐竜がここにいてるから、これどうするんだろう、開けんのかな、開けた状態にできるんだ。あ、なるほど、これすごいね。こう開けて、はい、こうセットしといて、で、多分失敗して、このね、口の中に入っちゃうと、おお、噛みついてる、加えるようになってるみたい。これすごいね。これ面白すぎる。
はい、もう一度ちょっと開けますね。で、傾いてる下が、こうなんかスイッチになってて、で、ここに多分ね、マックインが当たると、開いたー開いたパクッと、口をね、閉じるようになってるみたいで、この表情見て。この表情。めちゃめちゃ楽しそうな表情してますよね。で、鼻上にね、こう角みたいなの、マフラーか、これ。マフラーが入ってて、ちょっとね、ケラトサウルスのような形なんだけど、多分ね、T レックスじゃないかな。以前ご紹介した、恐竜とね、似てるんで、まだ動画見てないっていう方、よかったらね、ぜひ見てくださいね。前に紹介したね、恐竜がね、こちらなんですけど、なんかね、マフラー、この鼻上の角の形が、ちょっと違うな。もしかしたら、ね、違う恐竜なのかもしれない。でもそう、微妙な違いだから、もしかしたら一緒の可能性はありますけどね。コースに戻りましょう。マックインね、こうパクッと、加えられないように、はい、飛び越えてですね、こちらのコースに、はい、ジャンプしてですね。で、この、これかわいい、草のトンネルになってるんですよ。これ、ペラペラっとこうね、こうやって動くようになってて、マックインがこうジャンプして成功すると、はい、まあ、こんな感じで、このトンネルを通過して、カーブをね、こう走ってですね、下に下って、はい、こんな感じで走らせることができるんですが、途中、ここ、なんか仕掛けあるんだけど、こう持ち上げれるようになってて、で、ね、横を持ち上げると、はい、ああ、下、やっぱりマグマなんだ。やっぱマグマになってて、で、はい、マグマに落ちちゃうっていうね、仕掛けになってるみたいなんですが、なんかね、落ちる、なんか面白い、もうちょっとなんか面白い感じになったらいいんだけどね、こう持ち上げとかないと、こう、入んないですからね、茶色のパーツ下にすると、まあ何もなくこのままね、走り切ることができるようになってるようですね。向きを変えるね、この、バーですね、を、動かすことができるんで、はい、こちらに傾けると、走らせる前にこれね、くるんと回転させて、マックインを走らせると、マックインが上から走ってきて、このオレンジ色のパーツに当たるとですね、よいしょ。はい、卵が出てくるようになってるんですよ。これ、かわいいアクションですね。ではね、マックイン走らせます。では、行きます。3、2、1、ゴー綺麗にマックインを加えてる。失敗してもなんか嬉しい。いや、これね、結構難しいんで、成功するまでもうバンバン飛ばしますね。いきます。あれ、2本目からいけちゃった。意外と簡単なのかもしれない。いきます。あ、やっぱ力加減ね、難しい。一本目失敗したから難しいかなって思ったんだけど、意外と簡単で楽しい。もう力加減が分かってくると、もうポンポンね、成功しますね。最後ね、卵くるんもちょっとやって終わりたいと思います。ではね、マックインをセットして、せーの。かわいいかわいい。あ、そうだ、あとこっちも一応しときましょうか。はい、このマグマ。いきます。せーの。あれ？あ、しまった。そうだ。ごめんなさい。レバーを動かすの忘れてた。いきまーす。せーの。そうだそうだ。カーズトミカの、マックインで走らせることができるかちょっとやってみますね。まあ、これコースの幅は全然いけるんですが、大キャストだから重いからね、飛ばないかも。いきまーす。3、2、1、ゴー！すごい！めっちゃかっこいい！なんかね、この後ろの方でスピンしてた。
カーズトミカでもね、走らせることできる。ってことは、メーターもいけんじゃないかな。はい、これメーターはね、やっぱりバックでしょ。はい、バックでセットしていきます。3、2、1、GO! おっほほほほ、耐えてる。ギリギリのところで耐えてる。ダイキャストカーのカーズトミカでもね、走らせることできますね。はい、もう一度行きましょうか。行きます。せーの。あー、惜しかった。こちらコースの真ん中に恐竜がセットされたカーズオンザロードのディノプレイグラウンドを組み立てて遊んでみました。シューターからコースまでが結構距離あるから迫力のジャンプになっててね。めちゃめちゃかっこいい。失敗するとこの大きな恐竜にね、パクッとこう食べられちゃうんだけど、かわいい。なんかね、失敗しても、なんか喜べちゃうぐらいかわいい感じになってて、すごい楽しかった。カーズオンザロードの、カーズトミカ出てるんで、こういったプレイセットもね、ぜひね、国内で出してほしいですね。はい、ということで今回はこの辺で動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメントに高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃ、またね。バイバーイ。